悪魔の墓場は、1974年に公開された、イタリア・スペインの映画。ロンドンの骨董やジョージはバイクで、休暇旅行に出かける途中、エドナが運転する車に事故を起こされてしまう。彼は、エドナの車に同乗して、エドナの姉が住む田舎に向かう。そこでエドナは不気味な男に襲われるが、彼はすでに死んでいる、はずの不老者だった。 エドナの義兄もこの男に殺されるが、マコーミック警部は、エドナの姉を疑う。ジョージとエドナは、害虫の攻撃性を刺激して、互いに殺し合わせる、超音波発生器の実験で、死んで間もない人間が蘇って、少女を襲っていると推測する。二人はそれを確かめるため墓地に向かったところ、死者たちに襲われるが、過労じて逃げ延びる。だが、尾行していた。 マコーミック警部の部下が殺されたため、二人は、警察から犯人と疑われて追われる身となる。ジョージは、害虫駆除機を止めるよう求めるも拒否され、エドナが入院した病院へ向かう。だが、エドナはすでにゾンビ化しており、ジョーンズも彼女に抱きつかれた際に首を噛まれ、ゾンビ化する。ジョーンズは病院へ駆けつけた、マコーミック警部によって射殺されるも、滞在先のホテルに帰ってきた。 マコーミック警部の首に噛みつこうとする。そして映画はなおも稼働する。外中駆除機の場面で終わる。ありがとうございます。